取れた？はい、取れてます。ダメだ、ちょっと持ってくれ。はい、ちょっと今ビデオ1台で撮ってるから、ちょっと間開けて、間に他のチーム入れたり、ちょっと間開けてきて。つま恋取れる？つま恋あ、取れます。違う、あ、無線か。あると取れねえ。ちょっと待ってて。はい、スタート OK。 ライアン、スタート取れる？お願いします。曲がんないし。はい、スタート OK。 もうちょっとあれだな、外脇絞るっていうか、外手絞ってった方がいいかも。はい、振って、はい、オッケー。取れる。はい、ちょっと待ってて。長道、後ろは取らない。はい、了解です。はい、スタート。撮ってます。次もいいよ。いや、どうもいいよ。はい、はーい、おはようございます。倒れてんな。3月の 26?7 です。 7? 雪がたくさん降りました。第2リフトがちょっとまだ動かないので、ファーストコースのスラです。もっとスネーデロしっかり。次のようよ。これはカゴーに1人ぐらい続けて出てね。お、いいじゃん。はい、ちょっとあれだ、カーズかな。誰だこれ、いいよ、なかなか果敢に攻めてるぞ。ちょっと誰だ、すごいじゃん坂田。なんかちょっと見ない間に、私が授乳入りってる間にだいぶ上手くなってます。いいぞ坂田、なかなかいいぞ。スネも入れてこい。はい、いけい。どんどんこれ上手に取ってるよ。はい、ちょっと早い出てる。ちょっとあの体内藤してるから、もっとしっかり外足乗ってくるようにね。上出てるよ。はい、取ってます。アイカか。テル、ちょっと出るのが早かった。ごめん。もうちょっと、もうちょっと間開けて。ストックつけてる。ストック。スワちゃん。スワちゃん、こうやって頭から入ってるのがこっち。前に。ゆっ。頭内側入れすぎないようにね。ちょっと頭内側。ただ頭、外。上来てるよ。はい。サイちゃん。スワちゃん、頭がこう、中にこういう風になっちゃってるから。ね、しっかり外側にこうだよ、ここ。上は鳥取さんかな、どうかな。寄ってみよう。いえ、うちの夏美ちゃんでした。うん。夏美ちゃん、ここにいるということ。残念でしたが。モーリーいいんかな、モーリーどうなんだろう、うちで撮るんかな。いや、今日は鳥取で。いいのか。多分、はい。そのまま撮っちゃった、これの花。はい。多分あれ花だと思うけど違う。花です。じゃあ俺その上取ります。はい。
はい、叩いた後ですね。叩いた後にいつまでもこうやって内側に体重心が残ってると叩いた後にさ、はい、叩いた後にもうちょっと重心外側に持ってきましょう、はい、頭をね、ちょっと外に出す感じで上取りはちょっと自己関節が秋山先輩今日はインターバルどのぐらいですか高見先生今日は 10.5 ないぐらいです、はい、チャンネルはしっかりライン考えてこい結構掘れてきてるなこれはね追いつかないように気をつけてねもったいないから、ねね、急がなくていいから追いつかないように気をつけてちょっと膝下倒せるなはい。もう一本ビデオ撮るよ。もう一本撮るよ。どんどんよ。2台で撮ってまーす。もっと外足寄ってってもいいな。膝下柔らかく使う。ちょっと内足乗りすぎ。はい、撮ってますはい、ビデオ2台で撮るよどんどんよ中太郎だセービー入れませんそうだな、セービー入れよっかちょっと丁寧に整備しようえ、中太郎早くね打ち手下げない打ち方を下がらないようにだったらいいけどねこれそうっすね慣れたこれ切り倒れはっきょチーだチーチーチーチヒロチヒロはいおよねおよね全ジュニオリン入賞まであとわずかでした本来ました大輝私そう思ってました来年こそ来年こそはもう優勝、うん、優勝です優勝目指しましょう体を回しないさよなら体を回さないちょっと当たりいっちゃってんなもう少し体下に、大丈夫かダブルアクセル入ったぞ今あ上は上和樹だと思う。はい。撮ってる。撮ってます。で上蹴る撮るわ。大丈夫だね。蹴る。お、いいね。どんどん積極的に当たっていこう。そうです。いいね。なんか元気よくは見えるんだけどさって蹴るくんね。これはさ、トライちょっと出るの早いぞ。これ煽られちゃってる後ろから。アウレルスビリだ、アウレルスビリだ。出るじゃん。フックをつきなさい。ね、ただ振り回すんじゃなくて。トライ大丈夫か、はい、はい。トライ叩いてこい。叩いてこい。はい、30だろうが関係ねえ。29ミリだから大丈夫。上取ってるもん。はい、取ってます。はい、かちゃん。はい、か。こうやった。叩いてこい。全部ぶっ叩いてこい。このポールね、29ミリしかないから大丈夫。おーっと、ちょっと遅れてきたよ。スワちゃん。もっと早く早く。から入らないで。ボール過ぎてからじゃなくても、ボールの上から、こっからターン反応。こっから。こっから。こっちがちょっとくの字になった。ほら、こっち。くの字。くっ。右だよ。反対、反対。そっち、そっち、そっち、そっち。上は。取ってます。さえちゃん。サイちゃん、6年生サイちゃん新今度新中1うーん大きいね誰か出たこれ中1じゃないなもっと手前に出てくるといいなこれ手の位置が低いこれ打ちで体が潰れてっちゃってるあっちゃん板をピョンってジャンプしていてよピュッて振るジャンプして振るじゃないのスキーってのはね、自分の足の裏とか膝とか足首でギューって自分足で曲げる気味だな
もう少し外足に寄ってってもいいと思う。内足を畳んで外足を持ってしっかりと。取ります。はい、どうぞ。ストップ、外に行きましょうね。どうぞ。レビは緩いか、スペシャリレビは。ご家族でお願いします。あ、お母さん、見てるね。追いついちゃうな、これ。はい。内側をもう少し畳んでこれるといいな。上からさ、岡崎さんはそのうち入ってくる。あ、外側にストークすれば。岡崎さん。足の、外足の方に重心が行きますからね。あ、岡崎さん上行ってくる。はい。こうやってさ、秋山さん、こう構えるじゃん。ストックをここにつくんじゃなくて、はい、降りてきてるんで、外足をもう少し長く使って内足畳んでいきましょうか。頭こうやってこうに出すか、はい、こうセーブ、はい、カノン。もう少しね、俺はね、溝に押し込んでほしいんだね、ルアちゃん。はい、水に押し込んでもいいよ。水に足を引っ張り押し込んで。もうちょっとルアちゃん、しっかり溝にね、板を押し込んで貼り付けてほしいのよ。それ溝の中でボブスレーしてるだけだからさ、溝の中でカービングスキーをするみたいなイメージでしっかり押し込んでこないと。それも前半からちっちゃい。これ大丈夫か、チャンピオン。これ滑りやばくないですか、カノン。鈴木、はい、鈴木そんなやばくないよ。やばいのはこの人ですよ今滑ってるこの方投げやりですね。怒りが出ます。曲がんないよ。はいよ。引きが。はい、ゲイ。溝にはまっちゃう。ただ、だから言ったでしょ、さっき。ただ溝に入れてる限りは曲がらないんです、板。ね。溝の中でつけてこないと。はい、シュート。遅すぎてさ。いいよ。そういう次元でも溝に入らなすぎたのね。これ。でも、もう早っ。いいよ。今シュータロ撮ってるよね。当該も、はい。え、シュータロ撮ってる。これチー。ヨネが来るよ。はい。はい。いいよ。はい、ヨネ。オッケー。いちいち構え下げないでフロントにキープしたまま、それからドスンっていちいちお尻が外足側に出てきちゃうのもあんまり良くない。ちょっと。ケツ回ってるぞチー。ローテーションしてる。お尻をドスーンって落としちゃダメ。山側にもうちょい残してごらん、お尻を。よっ。1シーズン終わって、オッケーオッケー。うん、はーい。小足はよっ。外足、外足もっとしっかり。小足は叩いてこい。このくらい叩ける。叩けないのはこの内藤でね。そう、ほら、叩くと外肩下がるでしょ。おーい、なんか落としたか。はい、上取ってる。はい、あ、やべやべ、しゃける。全員取ってます。お願いします。全部逆転してくれよ。コータ、上も逆転で叩いてこい。しっかり惚れに合わせて。叩いてるときは形がすごくいい。叩かなくなると、お前の内藤癖が出るから。上に合わせ。全部叩いてきなさい。大丈夫。28ミリしかないから、これ。いいよー。あ、オッケー。これ今、トライ。あ、テールは叩けねえな。はい、いいよ。しっかり前に行ってください。よし。頑張り、トライ。トライ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 。あの、パンチをするんですよ。積極的にどんどん。パンチをするんじゃなくてさ、トライ。パンチをするんじゃなくて、腕を伸ばして押し込んでごらん。ね、その時にすねも一緒に押し込むでしょ。いいよ。俺今上テール取って、何回ぐらい休めるのか。一回で、一回でやるか、パパの何か高いからって。よっ。もうそろそろテールも。やっていいです。そうすればこの振り、手振り回すのが治るでしょう。
テール、テール振り回しちゃダメだぞ。テール、パンチガード買ってもらおう。な、いいよ。お母さんに言っとくわ、テール。うん。さえちゃん。で、ね、内藤して、GS みたいに滑る形が、治ってきます。外側の手で低いところを叩こうとすればね、あのダンスラロンっぽくなってくる。GS も上手くなります。さえちゃん、外側の肩をこう、さっ、あ、ごめん、どうしちゃってる？おトイレ。いいよ。こう、内側にこういう風に傾いちゃダメだよ。外側の手をぐーっと。さあ、取りまーす。お願いします。はい、はい、いいですよ、岡部さん。ポール叩いてみて。一本でも逆手してきたら、パンチ買ってやる。うん。お願いします。どうぞ。俺今、岡崎さん撮ってる。ちょっと腰が低いか。なんかザーキー、氷ジェスティックとかなり良くなってきてる。スラロームまだまだです。滑り込みが全部挑戦してくる。どっかで行くかな。ローテーション内藤がまだまだ滑り込んでねえんだな。ちょっと岡崎さん、スラロームまだまだまだで、ね、もっと外足側にしっかり寄ってこれるといいですね。もう見えないけども大丈夫か。あら、押し込んでこい。水に来るわ。整備後2本目。親子ツーショット写真、10年かけて初めて撮りました。おめでとうございます、チャンピオン。それでも平等ですね。打ち越しもっと高く。いいよ。もっと骨盤柔らかく使って。はい、鈴木。足元。気合したたんで。ちょっとケツが出てる。ローテーション。はい、オッケー。お、シュータロー。右足外側がちょっとケツが出てる。右足外側がちょっとローテーション。ちょっと軽いけど。お尻が出てくるから、もうちょっと押さえてください、右足が。テールずれちゃうからね。ライアン。いただきます、お願いします。はい、ちょっと待って。はい、いいよ。いただきます、お願いします。これ4で撮ってるよ。はい、ちょっと待って。はい、およね、およね、本当に惜しかった。何度も言うけど、全国入賞できる実力は十分あります、およね。あとはハートの、はい、次いいよ。間1人入って今度です、お願いします。はい、はい、了解。およね、潰すなよ、潰れるな。股関節で耐えろ、股関節と腹筋で耐えろ。はい、俺今度さん撮ります。はい、はい、お願いします。ちょっと待ってね。はい、かちゃん、全部叩いてくんだよ。全部叩いてね。もっと足元を倒して。ケースタンでめちゃ柔らかくてめちゃ掘れてます。整備時間で今あるんですけど。本田さん、右足外側、本田さん。右足外側の腰のセットの位置がどうしても打ち合わせがいいですよ。はい、次も OK。本田さん、右足外側、ちょっと腰の外腰セットするのが、今日は30杯だからね、うん、ちょっと重いかもしれないけど。腰を外足。これで当たれれば27杯なんて余裕だから。はい、これだった。はい、夏、お、いいね。力強くなってきた。夏日だ。お、いいよ。ギュッと細かい。はい、カズキ。おい。よし、大丈夫か。誰？トライか。あ、じゃあテルか。これはカズキかな。テルか。あ、テルだな。テルっぽい。ごめん、テルだ。イエローモンスター。横じゃなくて、まっすぐ当たれ、まっすぐ。次はいいよ。まっすぐ当たったら、まっすぐ。今、横に倒してる、横に。はい、これは、いいぞ。横に流すな、しっかりまっすぐ当たれ、まっすぐ。すべてが右上がり、こういうふうにね。ストック持ってみる、それ。
小菓子は右側が全部こう上がっちゃってる。こういうふうに右構えてごらん。今ちょうどそっちで右下げる、右を下げる、もっとそう、そうやって当ててこう。反対は反対、次もいいよ。次はとってるから、これ坂田でしょ。はい、カズキ、カズキです。カズキはいいよ、なかなかほら、はい、カズキ良くなってきました。お、大きいね。お、はい、撮ります、はい、これは誰だ。はいか、大輝だろ。違う、あの大阪兄弟のライムだ。ライムくん、ライムくん今構え矯正中。お、手上がってるね。いいね、前出てるね。ちょっとよし、手前、ま、手から前に出す。手が下がっちゃうとポジションも後ろになっちゃうからね。しっかり手前出して、頑張ってる、頑張って前出てる。お、いいよ、手前出てきてるよ。これ最後かな。えい、でここがまっすぐでいいんですけど、ほら、あーってなった時にここで叩ける。真ん中でも叩けるし、でパンチガードつければパンチガードのこっち側でも叩けるし。取ります、もう一本いきます。はいよ、これルアー、違うな、シュー太郎だ。いただきます、お願いします。これシュー太郎です。あ、トライアンです。これライアン取ってます。はい、次ルアーが来るよ。ライアン前半の、溝の前半の、お、ちょっと早く、だけど。そしたら溝の前半のトライは早くなるぞ。よし、そうですね、後半に一気にしちゃう。ごめん、ほら、全部叩いてこい。もっともっと入れて。前半張り付けてくんだぞ。はい、前半。当てるだけじゃダメだよ、下の骨に。誰取ってる今。失礼します、お願いします。高見一。はい。今誰取ってる？今ルア取ってます。オッケー、俺続き取ってる。はい。お願いします。ちゃだよね、ちゃんと脚のストローク使って板張り付けてこなきゃダメだよ、うん、はい、いいよいいよ。続きしっかり溝の中でもしっかり走らせてこいよ。ただ水を入れるだけじゃダメだよ、はい、俺はね、おー、いいぞ、やね、おー、素晴らしいです。はい、じゃあ1人で、ね、いいぞ、くぶれなければすごくいいぞ。かなり縦縦に走らせて、水の中最後まで入るな。いいよ、今撮ってる。はい、撮ってます。ソワちゃんだよね、これも。いいですね。次はこれ、モーリーだね。もっと積極的に当たってけ。いいよ、あるとヘアピンとかビビって遠くなってるから、まっすぐ。これ近田さん撮ってるよ。右足外足か、まだちょっと左足外足から右足外足の足場ができるところに一緒にちょっと板についてってやらないとダメですね。左足から右足に乗っていくところ、近藤さん、左足外足から、左足外足から右足の時に、いいよ、力強くなってきたよ。早く腰が内側にセットされちゃう。真ん中だったり、真ん中、右足に乗っていくって感じですか。持ってる棒の真ん中で当たる。いや、オッケー、いいね。俺上、夏に撮ってます。なっちゃん、未来、ちょっと体潰しすぎた。いいよいいよ、スタンスばらつかないように、スタンス一定、スタンス一定、スタンス広くなんないようにね、スタンス一定だ、スタンス一定。足を、泡がね、ワオ、元気発達、飲んでください、てるくん。元気がね、てるくん。ちょっと斜めになってるぞ、まっすぐまっすぐ、まっすぐ構えて、押す、お斜めになった、肘伸ばす、押す、まっすぐ、ふっ、
うわー、よし、そうやって押しまい。左ターンが苦手なんだな。右足がいすくまだ斜め、うんうんうん、取ります。カズキごめん、取ってる。はい、これ坂田だ。坂田だ。お、坂田悪くない。ブーツがやっぱり、うん、ブーツジャストフィットにしたら全然いいよ。オッケー、はい、はい、グッ。そう、もっとそれ早く、はい、グッ。見ないかな、はい、グッ、はい、グッ。そう、そうやっていくわ。手前だ、手前。手横じゃなくて、手前。でなるべくスキー揃えて。赤と青、3機目ぐらいの青と、あとダイヤとトライ。あれ、またハの字に戻ってきた。一回パラレルっぽくなった。はい。折れてるとダメなんだな。うん、折れてたり。あ、全部立てても全部。はい。もっと手前出せ。手が低い。この位置じゃ当たれないよ。お願いします。トライ。いい足だろ。ビデオ終わったからまず。前半走ってこいよ。前半膝返して足を伸ばしながら。はーい、おはようございます。3月の26か7、カザーレーシング午前スラロームトレーニングでございます。本日雪がたくさん降りました。第2リフトがちょっとまだ動かないので、ファーストコースのスラです。大気かなこれ。あ、疲れた。取ってるよ、上頼む。はい、これ誰だ、カズキかな。誰だろうこれ。いいよ、なかなか果敢に攻めてるぞ。これ誰だ、すごい、いいじゃん、うん、しっかり動けてる。あ、ポルネタ、すごいじゃん坂田。なんかちょっと見ない間に、私がジュニューリー行ってる間にだいぶ上手くなってます。いいぞ坂田、なかなかいいぞ。俺上テル取ってるよ、はい、山岡ちょっと早い、出てくるのがちょっと、あの体内藤してるから、ストックストックストック上出てるよ、さえ、はい、ちゃんかな、アイカか。ストックつけてる、ストックスワちゃん、スワちゃん、こうやって頭から入っちゃダメだ、こっちしっかり前に動くの、前に前にギュッて、頭内側入れすぎないように。ちょっと傾いてるぞ、上来てるよ、はい、上は鳥取さんかな、違うかな、ちょっと寄ってみよう。いえ、うちの夏美ちゃんでした。夏美ちゃん、ここにいるということはジュニアオリンピックに出てません。残念でしたが、さらなる練習が必要です。ボールの横で一気にダッと、こうやって板を軽く軽く滑ってるうちはジュニアオリンピック出れませんよ。これ、はい、はい、叩いた後ね、叩いた後にいつまでもこうやって内側に体重心が残ってると外足が全部逃げてっちゃうんで、
叩いた後は外足のさらに外側に重心を覗き込むような感じでいきましょう。 OK。 上取るよ秋山先輩。今日はインターバルどのぐらいですか高見先生？これは 10.5 ないぐらい。 10.5 ないぐらいだそうです。秋山先輩、はい、秋山先輩も叩いた後にずっと重心が内側に傾いてるんで、もう少しストックを外側に外につくようなイメージでいきましょうね。はい、これは来ました、チャンピオン、チャンピオン来ました。カレンちゃん今日からフィスイッタです。チャンピオンスラローム相変わらずへっぴり腰ですこれ大丈夫でしょうか、こんな滑りを、周体を晒してしまって。お父さんチャンピオンになったんで鼻水と涙が、顔が大変なことになってたそうです。ライアン、ライアン返せ。はいはいはい、あライアンだよな。はい、もう少しこのゲートの手前の溝での板の張り付き感が欲しいかな。ライアン、ゲートの横から下の押し付けはまあいいんだけど、ゲートのもう少し上の溝で。千尋、はい、およね全ジュニオリン入賞まであとわずかでした。本当に残念です。私2本目攻めた結果ですが、全国入賞できる実力はやっぱりありました。私そう思ってました。来年こそはもう優勝です。優勝目指しましょう。およねちゃん、さよなら。これは、あい、大丈夫か。ダブルアクセル入ったぞ今。もうちょっとだったな、トリプルアクセルまで。何の話だそれ、何の競技だ。大丈夫か。よし、上和樹だと思う。撮ってる、はい、てる。テールス、うん、なんか元気よくは見えるんだけどさ、テール、それはただ手が暴れてるだけなんだよね。もう少し安定した構えの中でストックワークをしっかり使って、テール君ね、これはさただ手振り回してるだけなんだよね。ほらもう煽られちゃってる、後ろから煽られ滑りだ、煽られ滑り。テール君トライに煽られてる。スワちゃん頭から入らないで横くの字をちょっと作って滑ろうということで、おこっちがちょっとくの字になった。ほらこっちはねちょっとくの字になった。右側がくの字になる、お左くの字になったぞ。いいぞ、右側がくの字になればもっといいぞ。もっとポールの上から誰か出た、これうちじゃないよね、これうちっぽい。この上に伸び上がる動きは多分大野夏実でしょう。この動きはアイカが大きくなったバージョンですね、この動きは。なっちゃんもっと前に前に動くんだよね、ジャンプして板を振る、ジャンプして板を振る、そうじゃないんだな。ちょっと掘れてきて、はい、はーな、その分しっかり足足畳んであげて、内足にしっかり乗ってあげると、内下角だけでいくと内足引っかかっちゃうんで、鼻血により惨敗です。まだまだ練習足りません、鼻ちゃん。それは惨敗だな。あ秋山さん、上からさ岡崎さんそのうち入ってくるから頼むわ。秋山さんストックをねちょっと外側に突こうとすれば、ぐっ外側に突こうとすれば足の外足の方に重心が行きますからね。
あ、岡崎さん上来てるね。はい、整備後ルーア、いいよ、カノン来るよ。パラついてる。もう少しね、俺はね、溝に押し込んでほしいんだよね、ルアちゃん。はい、溝に押し込んでこいよ。溝に足をしっかり押し込んで。いや、この中でカービングスキーをするみたいなイメージでしっかり押し込んでこないと。それも前半から中盤ね。わかった。いいよ。これに外足をしっかり合わせてくる。おい、お嬢ちゃん、これ大丈夫か、チャンピオン、これ。鈴木？鈴木そんなやばくないよ。やばいのはこの人ですよ。今滑ってるこの方。投げやりですね。怒りがこもって。わかんないよ。いいよ。これ。これチー。ヨネが来るよ。チー。はい。チー構えだまずは。いちいち構え下げなくていいよ。オッケー、いちいち構え下げないでフロントにキープしたまま、それからドスンっていちいちお尻が外足側に出てきちゃうのもあんまり良くない。山側にもうちょい残してごらん、お尻を。よっ、これ大輝じゃねえかな、これ伊蔵大輝。よし、それっぽくなってきた、大輝も1シーズン終わって。オッケーオッケー、はーい、おがしはよっ、ほれ、おがしは叩いてこい。このくらい叩ける。叩けないのはこの内藤でね。そう、ほら、叩くと外肩下がるでしょ。おーいね、逆手をするようにすれば内藤が治ります。コタ、なんか落としたか。よっ、オッケー、俺今トライ取ってるよ、はい、トライ。よし、まあいいや、この猫パンチみたいなのあれだけど、パンチ、パンチじゃないんだな、俺が叩けって言うからか、押し込めって言うじゃん。これからグッて腕を伸ばして押し込んでればいい。あ、テルは叩けねえんだな。はい、いいよ、ストックしっかり前についてこい。よし、頑張れ、トライ。腕を伸ばして押し込んでごらんね、その時にスネも一緒に押し込むと一緒に。いいよ、俺今上テール取ってます。山岡さん、そろそろパンチガード買おうか、レガースト。ねえ、パパの飲み会3回ぐらい休めば帰るでしょ。1回で、1回で帰るか、パパの飲み会高えから。どうせ、いや、もうそろそろテルもやっていいです。そうすればこの振り、ま、手振り回すのが治るでしょ。さえちゃん6年生、春から中学生だそうです。はい、中学生になったらパンチガード買って、レガース買って、どんどんポール叩くようにしよう。そうするとこの打ち方が下がってね、内藤して GS みたいに滑る形が治ってきます。外側の手で低いところを叩こうとすればね、だんだんスラロンっぽくなってくるし、 GS も上手くなります。なかなかいいっすよ、ストックワーク良くなってきた。わあ、今みたいなところでも頑張って。お、いいよ、外、外、そう、そうやって外についていきましょう。なかなかいいっす、ストックワークが良くなってきた。ストックワーク良くなると足元もね、良くなりますから。どうぞ。
俺今岡崎さん撮ってるよ。岡崎。岡崎。あ、岡崎さんじゃねえなこれな。あ、岡崎さんだ。岡崎さん元気ありません。どうしました？ちょっと内側のローテーション GS かなり良くなってきたけど、スラロームまだまだですね。滑り込みが全部挑戦してくる。いや、どっかで1個洗ってきてみて。ローテーション内藤がまだまだ滑り込んでねえんだな。じゃあ行きます。はい。午後スラロームトレーニング、今度セカンドコース上がってきました。第2なんとか動かしていただきました。ありがとうございます。来ました、この方はもしかしたらカレンちゃんじゃないでしょうか。カノンです、お願いします。ちょっと待って、ビデオ撮る。2台で日本一になるまであと封印していた親子ツーショット写真、10年かけて初めて撮りました。おめでとうございます、チャンピオン。スラロームヘロヘロですね、フィスイタ。無理。はい、鈴木。ちょっと待って、はい、シュータロいいよ。シュータロ来るよ。ライアン行きます、お願いします。ちょっと待って、ライアン。鈴木ちょっと内側だぞ、こっち側が右足外側、ちょっとケツが出てる。ローテーションライアン OK、 足外側がちょっとケツが出てる、はい、右足外側がちょっとローテーション気味、お尻が出てくるの。もうちょっと押さえてごらん、右足外側テールずれちゃうからね。ライアン、ライアン前半の膝の返しがちょっと遅い。ローテーションしちゃってるから。よし、この辺はいいぞ、ライアン。腰を回してからいいよ。はい、あ、よっ。ちょっと待って、あ、いいよ。金行きます、お願いします。俺、ヨネ撮ってるよ、はい、ちょっと待って。はい、おヨネ、おヨネ、本当に惜しかった。何度も言うけど全国入賞できる実力は十分あります、おヨネ。あとはハートの問題、はい、いいよ。気持ちが強くなれば大丈夫、入賞できる。潰すな、上半身潰すな。はい、了解。はい、はい、近藤さん OK。 あれ、どこにいる近藤さん。あれ、あ、ここだ。次いいんじゃね。はい、サノンゲー。おい、雪はものすげえ降ったんで、めちゃ柔らかくてめちゃ掘れてます。整備入れたんで今あれですけど、本田さん右足外側、本田さん右足外側の腰のセットの位置がどうしても内足の上ですよ。足気味、うん、もう少し外腰、外足を外腰を外足の上に。はい、これは誰だ。はい、ん、夏みかな、夏日だ。なっちゃん棒長いけど、まあいいや、このぐらいで。全部やってきた、アイカ全部だよ、全部。はい、お、いいぞ。それで棒と一緒にスネ押してこい、アイカ。あ、積み軽い。あ、上つまごいか、そっか。多分スワちゃんだろうな。撮ってるよ。これスワちゃん撮ってるか、その次。スワちゃんじゃねえや、未来だ。やろ。ファーストこれからストック。ストックやると思います。ストック。お昼ずらしたもんね。上にねライトが来ると思う。はい、これは小菓子屋かな。多分小菓子屋だ。小菓子屋斜めになってる 棒がこっち。棒は水平だぞ、小菓子屋。ここがほら斜めになってるだろ。もっと下の、こっちは水平、こっち斜め。これが癖になってるってことなんですよ、滑りのね、全てが。全てが右上がり、こういう風にね。ストック持っても一緒です。俺ライアン取ってます。次ルアーが来るよ。
ライアン前半のこの溝の前半のここグッと持った、この伸ばしをもうちょい早く、お願いします。シュータル溝の前半のトライを早くするんだぞ、はい、そうしないと後半に一気に来ちゃうから、はい、トライ全部叩いてこい、はい、もう一回無線入れて、はい、高見つ、はい、今誰取ってる、ロース取ってる、オッケー、俺鈴木取ってる、いいよ、はい、オッケー、チャンルはもう掘れてる？いきます、お願いします。うん、だよね。ちゃんと脚のストローク使って板貼り付けてこなきゃダメだよ。はい、よねいいよ。ただ水を入れるだけじゃダメだよ。はい、およね。おー、いいぞ、およね。そう。素晴らしい。よし。潰れない、潰れない、潰れるなよ。そういうところも潰れない。もっとスネ入ると思う。よし、オッケー、これモーリーだな、近田さん撮ってるよ今近田さん撮ってる、内足のスネで、ちょっと待って近田さん、よしよし、右足がそこまだちょっと、ここほら、いいよ、もう少しね、左足外側から右足外側の足場ができるところに一緒にちょっと板についてってやんないとダメですね、左足から右足に乗っていくところ、俺上夏美撮ってます、なっちゃん、なっちゃんすねをしっかり入れてグッ、よしほらね、こうやって棒で上半身の動きを規制すると足元から結構動けてます、だけどストック持った瞬間に上半身でから動き始める、上半身ね必要以上に上下動したりジャンプしたりして板振るんだけどそれを強制されるんですごくいいです、で、はい、見えねえ、誰だか棒持ってるな、棒持ってるってことはこのくねくね加減は多分山岡っぽいな、テール、スタンスがバランスがないようにね、スタンスが広くなったり狭くなったりバランス、それはお前新しい踊りか、でそんな振り付けはいらねえぞ、手はグッて押し込む、パワーがね、元気はつらつ飲んでください、テルカン、お願いします、お願いします、トライ、ちょっと待って、いいよ周太郎、ビデオ終わったから回そう、前半貼り付けてこいよ、前半膝返して足を伸ばしながら膝返してすぐ捉える、手が低い、もっとしっかり手前出して、はい、もうちょい低いとこ行きたいな、トライ、トライアン行きます、お願いします、もうちょい低いとこ、アイモンビデオしないから